めっちゃタバコ吸いたよ。大丈夫ですか？これであれちゃう、タバコ吸いたちょっと。タバコ3時間いってんよ。もう超ヘビースモーカー。健康にいいかもしれないですね。T シャツの買いぐらい持ってきてよかったな。これじゃあバレるな。見ててね。皆さんこんばんは。8月13日土曜日午後10時、キャプテンにマカチョウ系の時間です。今夜も FM ギノワンのスタジオから FM 小座と同時生放送でお伝えします。この時間のお相手はやらあゆみと、マイムキングでございます。誰？いやだからキャプテンの弟の。はい、そして、ディレクターの D でございます。そして吉江です。今日もこの4人でお伝えします。、はい、よろしくお願いします。ちょっとね、さっき空港に着いたばっかりでメキシコから、ね、また飛んできました。はい、はい、脇汗かいて 息がね荒いですけれども、はい、大丈夫ですか？今日もね絶好調でお送りしていきます。さあ週末土曜日の夜ですけれども、皆さんはどのように今お過ごしでしょうか？うん、スタジオの皆さんは何か夏休みらしいことをしましたか？なんやその上から目線。確かにね、失礼。何かね、キャンプとか、うん、ビーチパーティーとか、うん、旅行とか、皆さんなんかどのようにね過ごされてるのかな。自宅で引きこもりでございます。本当ですか？はい、なんだケーブルテレビずっと見ておりました。暴れん坊祭りですよ。暴れん坊将軍祭り。もう19本ぐらい見ましたから、延べ19時間ぐらい見させていただきました。ずっとじゃあ録画のやつ、はい、暴れん坊ですよ。パーンパッパーンパッパーンパッパーンとかですね。暴れん坊将軍、うんうん、どんな感じなんですか、見たら。やっぱね、1から、うん、まだ松平健が細くて、はいはい、まだ若々しいで、やっぱり盾がね、あんまり立ちか立ち振る舞いがあんまりこう、はいはい、剣の立ち振る舞いがあんまりちょっとぎこちないんですけど、最初の頃は、はい、3ぐらいになるとね、やっぱりさすが、何やったっけ、誰の弟子やったんやったっけ、あの人ね、パンツ履いてなかった人、パンツ履かなかった人、何やった、何だったっけ、なんかおったやん、師匠が、あ、そういう師匠がいるんですね。松平健の師匠が、はい、忘れた、その人の、うん、まあ、影響もあるんでしょうけど、中村玉緒の旦那さんや、なんか勝信、あ、勝信や、勝信、なるほど、勝信の弟子やったからね、はい、うん、じゃあ、そういう、もう最初の頃から見ていると、だんだんその変遷みたいなのが分かるってことなんですね、そうですよ、松平健さん。だから、まあ、皆さん、おかみさんとか、めぐみのおかみさんも変わっていきますし、へえ。まあいろいろ登場人物、忍びのね、人たちも変わっていくんでね、うん、すごい。またなぜそれを今見ようと思ったんですか？いや、今というか僕昔から時代劇好きなんですよ。だから暴れん坊将軍とか水戸黄門とか大好きなんですよね、はい、あ、そうなんですね、はい、それはまたね、情報、新しい情報、はい、そうですね。ありがとうございます。でもこれちょっとメキシコの話とあれなんかな、合うんかな、辻褄合うんかな。なんかね、ちょっとそのまたギャップもね、はいはいはい、いいですけれども、吉江ちゃんはどうですか？私ですね、うん、夏休みなので、はい、もう夏なので、はい、家でずっと読書してました。なるほどね。そう、焼けるので素晴らしい。そうそうそう、もう本ばっかり読んでました。確かに涼みますね、それはね。ちなみにどんな本を？三浦大輔選手、浜の番長の、はい、ね、本とか、うん、あとはゴルゴ松本さんの命の授業、
なるほどね。読んでありますね。もう全部忘れてる。忘れちゃったんですか。それ全部僕が貸した本ですから、ね、そうなんです。そうそう、もう大体題名見たら分かるでしょ。ダンボールいっぱいの本をもう読み込みまして、うん、もうね、あと残すところ一冊しかなくなったので。素晴らしいですね。またね、なんかそうですね、次はエロ本で。いや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 、すごいですね、また ね、はい、D はどうですか。でも先週、うん、特番があったじゃないですか、はい、羽衣祭りだったんですけど、うん、ね、それがまあ夏っぽいかなと、うん、羽衣祭りいかがでした、はい、いやでも楽しかったですよ、うん、番組面白く、うん、今回ちょっと僕がそのいろいろそのなんだろう、うん、準備っていうかやったんですけど、うん、まあ達成感はありました。何を達成したい。あの、終わってよかったって。ああ、それはまたか。またそのなんかパッとかとか初の特番ということですかね。初ではないんですけど、羽衣祭りは初めてですね、うん、どう、何してんの羽衣祭りって。羽衣祭り一番有名なのは勝ち足大会が有名なんですけど。ああ、これ、はい、これ、はい、これ、あの、残念ながら先週の日曜日にあったんですけど、うん、雨で明日に延期になったので、カチャシー大会は明日になりましたね。では明日カチャシー大会が行われるっていうことなんですね、はい、明日はね、天気もね、はい、あの、持ちそうなのでね、うん、あ、楽しみですね、またね、それもね、うんうんうん、はい、さて、うん、今日は8月13日何の日ということなんですが、はい、実は怪談の日なんですよね、うん、あの、その怪談の日にね、申し訳ないんですけどね、うん、はい、あの、まあ、怪談の日に生まれた方いらっしゃるんですよ。あ、横の方。今日聞いたんですか。今日がお誕生日なんですか。うん、車の中で聞いたんですけど。誕生日なんですよ。おめでとうございます。実は今日誕生日なんですよ。そうなんですね。言わんとこうかなと思ったんですけど、うん、そうなんですよ。めでたい。ちょっと、あの、待ってます皆さん。うん、すっかり僕は忘れてました。ではじゃあ、よしえさんにね、ぜひぜひね、はい、あの、バースデーのね、おめでとうメッセージをどうぞお送りください。はい、皆さんお待ちしております。お待ちしております。今年のちなみに抱負というか。そうですね、うん、今年はそうですね、婚活しようかな。早速。でもこれも大切ですよね。そうですね、うん、まあ、あの、心を休めて、あの、はい、楽しく、まあ、生きていきたいなと、今年1年ですね。まあ、ね、平和にね、そう、平和にもね、うん、争いごとなくなくですね、うん、本当に行きたいなと思っております、ね、本当にね、はい、素敵な1年にということで、はい、皆さんです、ぜひね、うん、あの、よしえちゃんへのメッセージお待ちしておりますので。どうもおめでとうございます。ありがとうございます。あの、今ですか。言葉だけじゃなくてもいいですよ、キャプテン。ああ、そう、あ、キャプテンじゃなかった。金が欲しいんだ。やっぱり金か。ねえ、あの、ね、なぜね、あの、今日ね、怪談の日っていうことなんですが、うん、皆さん怪談といえば誰を思い出します。うん、まあ、皆川淳二さん、ね、あ、ですよね、まあ、これが大御所ですよ。皆川淳二さんが20年続けているトークライブ、うん、ミステリーナイトツアーが始まった日ということで、今日が怪談の日らしいんです。しかもその大人の怪談登るのH2O の思い出がいっぱいを D がBGM でかけてるんですけど、本当にしみるな。そうなんです、稲川淳二さんがね、あの、20年続けているミステリーナイトツアーが始まったということで、今日が怪談の日ということなんですよね。はい、そうなんや。ということで、皆さんの怖い体験、怪談話ですね、うん、ぜひお送りください。メッセージお待ちしております、うん、アドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com でございます。ぜひ FM 講座をお聞きの皆さんもどうぞお送りください。早速チャラい AKB ファンさんからツイキャス来てます。ブルガリさんもね、ヨシエちゃん誕生日おめでとう、ありがとうございます。ブルガリさんからも来てますよ。 ありがとうございます。嬉しいな、ありがとうございます。野 の中の銀のホタルさんからも来てますね、うん、皆さん、ありがとうございます、うん、あ、ブルガリさんがなんか夜なみで D は羽衣祭りはハッスルしたのかって聞いてますけど、うーん、まあ、ハッスルしたんじゃないですか。お、はい、どんな風にハッスルしたんですか。うん、どんな風にか考えとけや。とりあえずハッスルしました。いつも準備どれくらい、F、あの、特番はされたんですか。何時間ぐらい。4時間です。あ、4時間も丸々で、はい、あ、
もう4時間やったらグアムに着くからね、飛行機乗ったらね、えらい時間ですよ。そして熊本バッテン龍神正也さんからですね、こんばんは、吉江さんハッピーバースデー、自分も8月生まれです。ありがとうございます。8月生まれはね、いい人しかいませんからね。そうなんだ。でも夏生まれっていいですね。そうでしょ、ね、そうなんですよ。あゆみちゃんっていつ頃生まれなの。私一郎さんと同じ。あ、言うとったな、はい、あそうかそうか、そうなんです。天秤座で10月生まれでございます。秋生まれでございますね、あそっか、言うとった。また俺忘れとんねんね。前にそれ話聞いとんねん。もう多分ね、忘れないです、ね、いつも俺忘れんねん。多分キャプテン今マイムキングが聞いてますからね。あ、そうですね。あ、そうか。マイムキング的には初めてです、ね、僕知らなかったんですよ。あのいつもね、僕がいつもキャラ設定ぼやけるんです。そうそうそう、周りがフォローしてくれるから。あのマイムキングっていうことをくれぐれも忘れないようにしていただいて。本当にね、ありがとうございました。すいません、皆さん、皆さんのおかげでマイムキングは生きております。はい、はい、ということで今日はこの曲からお送りしまして、はい、CM を挟みましてですね、あなたの恐怖体験をたっぷりと皆さんとねトーク繰り広げたいと思いますので、はい、まずオープニングナンバーはケツメイシで夏の思い出。いっぱいかかってきただけ、自分で言うててんけど、受けて。本当にかかった。ほんまにかかった。受け取って。あ、でも皆さん聞いてるんだね、やっぱりあの、うんうん、コメントね、せんだけでやっぱり、うん、聞いていただいてありがとうございます。だんだんこれまた熱くなってきましたけどね、このマスクがね。あのね、大体40分ぐらいになってくるとね、うん、番組始まってね、脱ぎたくなります。あの、かぶったことに後悔し、はい、後悔し始めるぐらいの時間でしょ、今。そうです。今もまた脇汗、まだ来てますから、ね、でも、汗かくっていいんですよね。体温が、こう、代謝がね、代謝が良くなってるわけですからね。あ、いいな、これ。まあ、ね、リップスライムの楽園ベイベーの、こっちとかもやっぱり夏定番だよ、うん、勝新さんが出てけん。あ、私もなんでやろ、勝新さんが師匠なんですか。師匠なんですね、知らなかった。そうそうそう、うん、何でも聞いてください。僕は松平健の方で出してます。ジュエルダイオってあります。第一魔王と離婚してます。多分ジュエルダイオだった。松本なんとかさんという元アイドルの方は亡くなりましたから、自殺しましたからね。え、奥さん、2番目の奥さんね。そうなんだ。結構ちょっと不幸が多分、ね、この間3回目の結婚したの、まあ、されましたよね、うん。に言うていいかな、出たね、うんうんうん、オリンピックの点数、そうそうそう、リオの、あ、ジョイライド、あ、失礼、ジョイライド、うん、あの、階段の BGM ってあんの、ブブ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 とかいう、ちょっとフリーのところから探してみます、うんうん、怖い、あった方がええだよ、うん、俺な雰囲気を電気とか消してみたら、ここやってみようか。ちょっと薄暗くやろうよ、ね、あのちょっとライトをここ3つ稲川淳二さん、そう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 、いいです、そりゃできるか。おー、怖っ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 怖い。こうやってほら、ライト下からこう、これ、あ、このあれでやろ、そうそう、こう、懐中電灯、懐中電灯ないの、懐中電灯持ってくれよ、懐中電灯、懐中はない、あ、ちょっと待って待って、懐中電灯ないか、携帯のあれで、これでやって、これもうちょっと遠くせなあかんで、やば、結構明るいで、減らすかな、減らすか、うんうんうん、一個でいいんじゃないか。おお、こ、こ、怖い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 、放送事故ちゃうかな。あ、三振持ってくる、三振三振すごいな、雰囲気出るな。あ、え、チャラい AKB ファンさんから、お化けとかけまして、あ、最近停電中のマンションと解きます。その心は階段がよく使われるでしょう。おー、整いました。整いました。こ
AKB ファンさん結構謎かけ好きだな。謎かけそう、いいですね。いや頭の言い方やと思いますよ。そう、回転がね、やっぱあの、うん、投資とかもされてるんじゃないですかね、多分ね。こういう頭の切り方、投資とかされてる方多いと思いますよね。うわー、これ、これあんまりでも、ほら、あんまりやね。あ、そうだ、あんまりやね。あんまり絵的にあんまりやね、うん。まあこれでいいんじゃない、これで十分。あれちゃうの、マカチョウケって、この FM 技能は初のことようせえへんか、うん、あのサザン、あの、なんやったっけ、あ、そうです、あのビーチでな、トロピカルビーチでやって、この真っ暗にして、演者をほぼ映さないっていう。そうそうそう。こわーこわしかもさ、うん、この色が蛍光やからさ、そうそうそう、なんか やけに俺が目立つんだよ。ギャルみたいになってる。でもちょうどよかったじゃない。あ、ええー、ね、蛍光やからね。こんな感じで、ほんとほんと、うん、いやいや、一言やって言うぜ、みんな適当に。次のサビぐらいであれしますかね。下げます。で、すぐ、うんうん、CM ちゃう。 CM ですね。 CM 行きますね、うん、ちょっと今、うん、でもう契約したの、うん、車、車契約したの、うん、はい、うわー、8月8日延期な、延期のそうですね、やろ、ほら俺当たってるね、うん、いいよ、でも、あの人気者やろ、安くしていただいて、そうやろ、いや、普通やったら150ぐらいすると思う、そうやろ、契約負けへんから、しかも末広がりの延期のいい日にたまたま買ってよかったです、うん、ああ、そうなんや、8月8日で、ああ、いいやん、パッパーやろ、パッパーじゃない、え、それ初めて聞きましたで、いつのおしゃだな、お盆9月9日って苦しむ、怖い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 お盆後だと思います、ちょっとお盆挟む、あ、ほんとほんと、まあこっち登録早いからね、2週間ぐらいでできるからね、いいな、いいじゃんいいじゃん、またギザ銃でこう傷つけに、まずとりあえずギザ銃ギーギザ銃、ギザギザの10円玉でギーってやる、あ、やめてください、ギザ銃やめてって言われたら燃える方やめてって言われたもん、そうそうそう、FM ギノアのスタジオからキャプテンにマカチョウケをお伝えしております。皆さんくれぐれも、うん、あの言うときますけど放送事故じゃありませんあの怪談話するんで電源落としてるんですよ。そうなんですよね。わ、このまた BGM がかかってきましたけれども、怖いな。じゃあ早速いきますか。今日は何の日ということ で、実は今日はですね、なんと8月13日怪談の日なんですね。怖いわ。さあ今日のメッセージテーマはあなたの恐怖体験怪談話です。勘弁してくれ。皆さんの恐怖体験などお待ちしております。ぜひぜひお送りください。あの沖縄では旧盆の日に海に入ったらいけないとかね、いろいろあるんですけど、そういうね沖縄あるあるとかもあると思いますので、ぜひぜひね皆さんメッセージお待ちしております、うん、はい、アドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com でございます。さて皆さんは何か怪談話お願いいたします。いや僕ねダメなんですよ。だから結構こういうのダメなんです。あ、そうですか。僕あの子供の頃にですね、うん、怖い話聞かされて、はい、夜トイレに行けなくなるんですよ。意外と暗、僕ね昼間はなんてことないんですけど、はい、暗い夜道で街灯ないところで、はい、あの人がねあの三サロがペッて出てきたりすると、うん、うってなる方なんですよ。おお、あ、そうなんですね。意外とキャッ驚かすのは好きなんですよ。でも自分がやられると怖い怖い怒るんですよ。何だとよ。ではお化け屋敷とかはどうですか。あのね、ダメです。ダメ。全くダメです。ダメです。本当にダメそう。あのダメだ。あのキャプテンはあの
男らしい方ですから、はい、お化け屋敷だろうが何だろうが全然こう行くぞという感じになりますけど、マイムキング、マイムキングさんは、はい、弟なんで次男坊なんでダメなんですね今日のじゃあ夜道運転とか気をつけてくださいね。あ、そうですね、いやだからほんまだからそのタクシーのね、うん、あの運転手が後ろでなんか人を追ってとか、はいはい、もうあんなん聞いた後、俺車で一人で乗ってたらこの後ろをずっとルームミラーずっと見て、うん、ブレーキ踏み忘れて怖い怖い怖い、安全運転でね車の運転気をつけていただきたいと思いますけれども、はい、何かして怖いから、うん、自分でようできる。よしえちゃんは何かありますか？あの私は、はい、あの怖いの本当苦手なんですよ。で、うん、あんまりこう何かが見えるとか、うん、そういうのは全然ないんですけど、一、はい、回、何一回、うん、高校生の時に、はい、あの寝てたんですよベッドで、はい、そしたらカチャってドアの開く音がしたんですよ、はい、そしてその時になんとなく寝てるんですけど意識の中でこう人がこう近づいて来てるっていうのが分かるんですよ。で誰か来てるって思った瞬間に初めて金縛りになったんですよ。で息ができなくなって、はい、ってなった時に天井からあの首だけの女の子がうわーって来たんですよ。怖い。で私も息ができなくてってなってパッて起きたんですよ。で、はって息できて、あ、よかったって思ってパッて時計見たら朝の5時だったんですけど、私ね、その日試験だったんですよ、はい、試験の勉強しないといけなくて、はい、で、5時にね、起きないといけないなと思ってたんですよ、はい、そしたらね、起こしてもらったんですよそれ娘か何言うとんねん、お前。いやいや違う違う、いやでも本当にね5時に起きないといけないと思いながらうたた寝してたんですよ。そしたらね本当にあの金縛りにあって、はい、もう本当に金縛りってね動かなくなるんですよ体が。でもうね実際に天井からうわって来たんですよ、首が。怖い。首がって顔が、うん、でその瞬間本当にでももう息もできなくなって、うん、でパッて溶けた瞬間時計を見たら5時だったんで、あ、起こしてもらったんだと思ってアザースみたいな前向き、めっちゃ前向き、前向きキングが横にいますからねそう、今ジャケット後ろ向きキングなんで私前向きキングでちょっと行きたいと思うんですけど、いやでもね本当にあれは怖かった。ドアが本当リアルに開く音がしたんで、あれはねもう後にも先にもあの経験だけは本当に怖かった。怖いですね、うん、それは学生の時ですか？学生の時ですね。はあ、怖いですね、うん、それぐらいですね。だから多分それぐらい、うん、もう受験勉強というか試験のあれでもう本当にもううなされてたというか、切羽詰まってもう真面目なので、うん、なるほどね。でも私も一時期その多分相当疲れというか何かいろいろとね溜まってたんでしょうね。学生の時やたらともう、あ、これ金縛り来るなっていうのが分かるんですよね、来る前に。そしたら本当にもう全く動けなくなって声も出せなくなって、そしたらなんか手みたいなのがドーンって前に見えるとかね、そういうのが本当にもう連日起きてた時ありましたね。分かる、もう来るのが分かるみたいな、うん、感じるんですね。なんかびっくりしました、今スタジオの中が暗い分ちょっと外の方が今なんかすごい白く ね、 そうね、僕ツイキャスの映像を見たらこのマスクが変な感じ、ね、俺こそなんかこうすごい光ってますけれども、ね、なんかあの幽霊っぽく映ってます ね、 ね、皆さんそんな霊感をお持ちなんですね、うん、僕は全くないんですよ、うん、そういうのがね。D は霊感をお持ちですか？いや僕も霊感はないですね。そのお化けとか、まあ、好きなわけではないんですけど、まあなんていうんだろう、怖いやつ見たりとかするのは結構あるんですけど、自分がそういう恐怖体験とかっていうのはないですね。でもなんかね霊感強い方っていうのは結構いますよね、沖縄の中でも。このところを通ったらもう毎回毎回ねちょっと頭痛がして気分が悪くなるとかっていうのありますね。沖縄特にねそういう場所だったりしますから、まあ、激戦地といいますか、だからちょっとそういうところが多いというか、霊感が強い人たちは本当にいろいろ感じるところがあるみたいですけどもね。あと自殺の名所も多いでしょ。あ、なるほど、崖とか多いもんね、うんうん、そうですね、岬とかね。なんかどん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 ね、怖いわ、もうめっちゃ怖い、怖くなってきましたっけ。行かれへんわ、もう楽
メンしてくれ。よしえさん誕生日なのに。ねえ、もう最高の誕生日ですね。もう人生で初めてですね、こんな誕生日は。このままあのケーキかなんか買ってきてろうそくで当たってもいけるぐらいの、ね、ケーキ買ってきたらよかったです ねありがとうございます、うん、ね。でもあのしかも結構ね、旧盆の前だったりとか、旧盆の日とかはもう絶対に、あの海とかに入ったらダメとか言われてるんですけど、海に近づくなというか、なんでなんで、そしたらなやはりね、ちょっとなんていうんですかね、足を引っ張られるとかっていう迷信というか、いろいろとね、あの言われてるんですよね。なので旧盆の前とかに友人が釣りに親子で行ったら、なんていうんですか、足を引っ張られるような感じがして、いきなりガーンって落ちて、でこのなんていうんですか、あの目の上の前のところをちょっと縫う怪我をして、でそれを見たお父さんも倒れちゃって、で2人揃ってなんか病院に運ばれたみたいな人も周りにいましたけどもね。やっぱりそういうのってあるんですよね。だから本当にね、旧盆前とか皆さんお気をつけいただきたいと思いますけど、そうですよ ね、ツイキャスの大塚さんからは、恐怖体験はありませんが守られるなって感じはとてもあります。ブルガリさんからね、はい、階段、それは地元にある公衆電話ボックスなんですが、怖い、深夜2時になると、はい、電話が鳴り、受話器を取ると助けてと言うそうです。私も怖くてめっちゃに通らない。なんかちょっと待ってください、今スタジオの中で何かが通ったんですけれども、ババなんか妖怪みたいな人がすごいな、ちょっとね、今 FM 宜野湾のスタジオがなんかすごいことになっておりますけれども、大丈夫ですか、でブルガリさんは、ブルガリさん、ブルガリさんは、あ、ヨナミで D の顔がお化けに見えてきたってちょうどええ感じで電気光が使ってるからね、なんかそんな感じですよね。なるほどね。いやでも本当に、あの霊感が強い友達とかは、あのやっぱりこう、いますよね。私の友達で、あの霊感が結構強い子とかは、あの引っ越しするときに、その子はあの新しいお家をね探しに、あのお家の人とあの新しいお家どこにしようかって見に行ってた時に、やっぱりあの一つのお家に行った時に、あのここ女の子とお母さんがいるって言って、もう見えるって、部屋にいるって、で、もうここ怖いって言ってやっぱり入れなかったとか言って、でやっぱり聞いたら前そこにはお母さんと娘さんがあの住んでたとか言って、でもそれは別に事故物件とかって、事故物件かどうかは1個前かなんか2個前は告知義務がなかったりとかするんですね。ありますよね。そうですよね。でらしいんですけど、なんかやっぱりあったんじゃないですか。もう結構古いお家で、あのもうお母さんとあの女の子が手つないでそこの家にいたから、もう怖くて入れなかったとか言ってました。ああそうなんですね。そうそう、やっぱり感じる方はもう物件とかでも、ね、感じるみたいですよ。怨念みたいなのが、なるほど ね、 やっぱり怖いですね、昔皆さんなんかコックリさんとかってやってました。やりました、思い出した、コックリさん、怖い怖い。俺小学校の時に、友達の女の子たちがやってて、私は近くに市議さんという山があるんですけど、そこに埋められてますと、で、殺されてしまいました、助けてくださいってなって、みんなキャー言うてて、で俺そんな信用せえへんから、バッカやなって言うとったら、ちょうど俺が二十歳ぐらいの時にその市議さんで遺体が発見されたんですよ。でそれがそのコックリさんしてた時期とほぼあの同時期で十何年前やったんですよ。怖い怖い。でそれで僕はって思って、同級生からみんな電話かかってきました、お前あれ覚えてるって、おーめっちゃ覚えてるよ、コックリさんやってたら、あの子とあの子を言って、怖い怖い怖い、やってて、でほんまにそれ僕証明します。あの同じちょうどその時期、あの遡ってね、埋められた時期がね、なんかあの建設会社の社長さんかなんかで、まあ なんか恨みを買って、埋められてたみたいで、でそれリアルにその時コックリさんでその文字が出てて、女の子2人が泣いてたんですよ。でもう1人の子が普通に立ってて見てた子が倒れたんですよ、
うわ、また演技しやがって言って、うんうん、その倒れた女が、まあ、起きろよってパシパシ、はい、冗談でこうパシパシやっとって、はい、ほんまにまあちょっときつだから演技うまい女の子やからぶりっ子な子やから、はい、どうせって思ってたんですけど、いやそれはちょっと僕さすがに寒気しましたね。怖いな、はいはいはい、本当にそれ同じ市議さんのところで十何年前ちょうどやってた時期に埋められてたんですよ。それが白骨化して発見されてるんです。そのニュースを、そのニュースって、うん、ニュース見る時ってないじゃないですか、です、ね、地元のニュースやからなかなかたまたま見てたわけですよ。僕は怖くて、それ以来僕はこういう怖い話がごめんなさい大好きいやこれ鳥肌立ちますね。いや怖いですね。それ以来僕は20歳とか今まで信用しないし、今も信用しないんですよ、うん、信用しないんですけど、僕はそのこっくりさんの事実を僕は目の当たりにして、怖いな、僕は怖い、それは怖いですね。しかもみんなからもう一斉に電話とかがかかってくるってことは、本当にもうそれはみんなね、その時のことをもう覚えていて、僕が結構あの女の子とかに何言ってんねんペシペシとかね、うん、めちゃお前らやめとけやとかでガッて取ったりとかしたわけですよ。そのペンがあったでしょ、バッて取ったりしてこうやってたわけですよ。だから、うん、たたり込んでよかったなって本当に、うん、怖いんですよ、本当怖かったです。なるほど、エコザイルさんからキャプテンちびってるって来てます。いやもうちびってますよ僕あのおしっこはちびれないんでね、大人が僕脇からほんまにさっきからたらたらたらちびってますから ね怖いですけれども、そしてメールもね、はい、来ているということです。キャプテンさん、あゆみさん、よしえさん、読み方ちょっとおかしいぞ最近下ネタに目覚めている与那嶺 D さん、はじめましてこんばんみ、ラジオネーム銀髪の貴公子です、うん、私も怖い話ありますよ。お願いします。5年前に千葉県の勝浦の崖沿いを車で走っている時に、はい、灯台を見つけたので近くに車を止めて細い崖沿いの道を歩いていました。灯台を見てから歩いて車に戻っている途中に右側の茂みを見てみると、大きな木の枝に太いロープがぶら下がっていました。途中で切れたロープ、そこの近くにはお線転がしという心霊スポットがありました。その下は崖になっていて、ロープには何かがぶら下がっていたのでしょうか。この話は怖いでしょうか。それでは最後まで千葉利用と来ております。なんかもう読み方がもう読み方がもうお前悪意があるやろ、これ怖い言うてんのに悪意があるやろ、はい、ちょっと悪意があるねん。もう明らかになんか出そうなね、はい、そのスポットですよね、怖いですね。もうブルガリさんおむつ用意しておむつ用意しようかい怖い本当にね。さらにまたメールが来てるようでお願いいたします、はい、来ております。こんばんは、キャプテンの弟さん、あゆみさん、よしえさん、ラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボーンです。はい、ありがとうございます。怪談話あかん、はい、自分の妹がよく見えるらしいです。怖い。聞いた話では、うん、名護の巨田を降りて58号線と合流地点は、はい、海側から山に向かって光道ができて、戦争で怪我をして亡くなった兵隊が歩いているそうですと来ております。なんかね、いやなんかね、それね、あそこ巨大を降りるとね、うん、何かね空気が変わるのよ。確かに思わへん、分かるかも、それ言われると。皆さんね、沖縄の人知らん人ね、あれなんですけど、はい、まあ、沖縄唯一の高速が、まあ、南から北、はいはい、まあ、中部ぐらいですかね、はい、巨大っていうところまで続いてるんです。そこ降りたところってね、右側が本当に山なんですよ、はい、で、まあ、2車線の大きな道路で左がね、うん、もうすぐ海、はいはい、まあ、結構巨大まで行けば海は綺麗、はい、なんかね空気変わるでしょ。確かになんか独特の空気変わるがありますよね。なんかそれまで一緒やったのに、あの降りた瞬間にもう俺怖い大丈夫キャプテン、うん、だから、うん、それなんか言われて今ピキンってきたわ。なんか、うん、なんかもうあそこ通るの怖くなっちゃう ねちょっと待って、今どさくさに紛れてキャプテンって呼びます、ね、私も行った後で、うん、あ、ちょっと閉まったと思いましたけれどもまだ来てます。はい、お願いします、はい、大塚健二さんですが、うん、はい、守られているなその1、以前通り慣れている道路、うん、いつものように車を走らせていました、うん、携帯が鳴り、車と左に寄せ止めて出たら、はい、間違い電話でした。
その後、後方の車が飛び出してきた自転車と接触事故を起こしました。うわー、それそういうの本当に怖い、怖い、やばい、鳥肌が、そういうことで守られているなっていうことなんですね。感じられたんでしょうね。あのね、ちょっと聞いたことあるんですけど、周りに回った話なんですけど、あの人を引いてしまった、まあ、方が業務上過失致死で、まあ、一応、まあ、交通刑務所に行かれる場合もあると思うんですけど、いろいろパターンがあると思うんですけど、やっぱりね、その人がいろいろ拘置所とか、あの刑務所とかに渡っていくときに、あのその人が部屋に入ってくると、あの物が勝手に起きてたりとかやっぱりするみたいです。やっぱあ僕が連れてきてるんですよって言って、もうそれはどこ の, あの、まあね、逮捕されたりしたら留置所から、ね、あの拘置所行ったりとか刑務所行ったりとか、まあ、裁判行ったりとかするんですけど、やっぱりそういうことあるらしいですよ。怖い。でもその人が入ってきたらもう上からの荷物がバーンって落ちてくるんですよ。落ちてくることがないようなやつがバーンって、やっぱりねあるんですよ、いやもうなんか怖いですね。スカちゃんから、はい、キャプテンは心霊スポット行きますか。私は一人で行ったりしますよ。一人で行くってすごいですね、心霊スポット。いやもう俺今喉からからになってきてるもん。一人はやばいよ。一人は怖い。心霊スポットとか皆さん行かれます？絶対行かない。あの YouTube で一回見たことあんねんけど、その絶対に出るっていうスポットに行ってみようって、あの何やったかな、はじめ先生とかいう有名な、はじめ社長、社長か、はいはいはい、あの人が行ったらやっぱりおかしなこと起きてましたからね。やっぱり気をつけてくださいよ、気をつけて。だから中で、あんまりその面白がって、そういう心霊スポットとかに行ったりすること自体がなんかたたりというか起きそうで怖いですよね、そのあたりね。いや私も心霊スポットは行きたいと思いませんね。Dはいかがですか。確かに行ったことなくはないんですけど、でもそれ昼だったので、ちょっとやっぱり夜は怖いですね。夜は怖いよね。やっぱ足引っ張ったりとかする人もやっぱ経験みんなあるらしいからね。ああいう、なるほどね。あの滝、どこやった、谷っていうか、あの、はいはい、まあ、海とかのある崖とかに行くとやっぱり引っ張られるって言ったり、あと霊感強い子供さんなんかはああいうヘド岬なんか行くと、あのなんかもらってしまってなんか調子悪なってたりする人もいるみたいなね。怖いっすわ、めっちゃ怖いっすわ。しかもあの沖縄はまだお墓がそんなに怖い感じゃないじゃないですか、うん、そうやね、梅工場から大きかったり、だけど本堂はちょっと結構お墓自体が、ね、確かに夜とか怖いって。俺もう小学校の時あのお墓の前通る時ダッシュしたもん、全速力ダッシュしたもん。何も出えへんって分かってるんやけど、そうそう、やっぱり怖いよね。なるほどね。そしてブルガリさんからは、奈良県だったかな、生駒ですかね、生駒トンネルは出るって噂ですが、はい、これ説明します、うんうん、はい、出ます。うわ、なぜかというと、はい、生駒トンネルって、うん、掘るときに 3,4 人殉職されてるんですよ、うん、工事の人は。あのトンネルってなんで料金が高いかは、絶対トンネルを掘ると短いトンネルやったらいいですけど、はい、長いトンネルは必ず中で作業員の方が亡くなられてるんですよ、崩落事故で。でトンネルはよく出るっていうのはよく聞きます。なるほど、確かによく聞きますね、はい、トンネル、はい、で料金が高いのは、うん、トンネル長いところのね、あのとこのトンネルは料金が高いのは、そこの賠償責任ね、要は賠償額があるので、それも上乗せ料金にされてしまうんですよ。当然建設の時にそれが必要になってくるので、はい、うわ、なんかこれからなんか一人でトンネルとか通るときとか怖い。まだ生駒トンネルは長いんですよ、2キロぐらいあるんですよ。で僕の地元から大阪に出るためのトンネルなので、はい、結構出ますよ。きゃー、はい、僕もあのさすがに生駒トンネル夜通るとき1台しか車なかったらちょっと大丈夫かなって思うんですよね。入ったら出口がまず見えないんで、あ、怖いな。皆さんなんか怪談話ね、持ってますね。やばいな、俺短く終わると思ったのに、喉の中の上がると思わへんかったの。銀の蛍さんですね、はい、観光地後の廃墟や、潰れたホテルの後は結構霊が住んでるみたいよ。まあ、ホテルはね、自殺する方もいらっしゃる、うん、多いんでね、絶対必ず事故の部屋っていうのは、ね、そうですよね。必ずなんか何かの廃墟とかって言ったらね、いかにも出そうっていう感じがしますけれどもね、うん、
いやなんかすごいね、たっぷりとお送りしましたけれども、これ盛り上がるな、本当ですね。まだまだ皆さんの恐怖体験、怪談話をお待ちしておりますのでね、また来次第お伝えしたいと思います。アドレスは797@fmgirowan.com、 言い方おかしい、797@fmgirowan.com です。怖怖怖、はい。そしてまだ野の中の銀の蛍さん、北中城にあるホテル跡、あそこも有名です。あ、確かによく聞きますね、それもね。はい、え、携帯の音が出えへんっていうことですか。出ない、どういうこと、どういうこと、なんか、今実際に何か起きてる方がいるっていうことで、そしてまた大塚さん、スカイツリーサンシャイン、60の屋上、都庁の屋上が有料なものも同じかと思います。そういうことなんですか。 やっぱり高い建物とか、やっぱり、あの、事故多いですよ、境、まあ、要は飛び職さんの事故とかね、やっぱあるんでね。怖い。多分ね、あの、携帯、あの、音聞こえへんのね、はい、あの、イヤホンとかつけてたり、あの、Bluetooth の、イヤホンとかつけてると、僕も、あの、一発目ならへんから、はい、ならへんこと多いんで、一回携帯の電源切ってもらって再開したら聞けるんで、はい、ぜひやってみて、もしそれでも聞こえない場合はどういうことですか。怖いな、もう。ということで、ここでですね、今日のリクエストナンバーをお送りしたいと思います。そしてその後はですね、今週気になったニュースを切るニューストピックスのコーナーもお伝えしていきますので、はい。僕、ゲゲゲの鬼太郎リクエストするわ。あ、そうですね、そうしますか。ゲゲゲの鬼太郎あります。先ほどもね、なんか妖怪的な人が通ったということもあって、ではゲゲゲの鬼太郎のナンバーでお願いいたします。まあ、D って外せへんのにさ、今ちょっと音飛んだもん。これ2カプセル。うわ、やばい、大丈夫か。そういうことややこしいことすんなって。大層的な。ややこしいことすんなよ。怖いな、怖いな。いや、後ろの音楽ってこれツイキャスの人たちは聞けてるの。いや、今はそうやろ、あの、あれやで、後ろの音楽やで、あの、うーとか言う、 あれはフリーガンで入れてます。あ、入れてるやん、はい、おー、あれ、あれあった方が良かったもんな、はい、ねえ、良かった。こんなゲゲゲの鬼太郎別に聞いてもらってそんな、こんなん聞いてもらってどうすんねん。怖えあ、もう、これ一番だけでいいよな。ねえ、うん、じゃあ、ここ終わったら、切りますね、うん。俺のあれや、今回リクエスト、なんか言ってる、ゲゲゲの鬼太郎、つなかけパパがいてますね。じゃあ CM 行きます。怖かったな。怖かったな。開けていくのが非常にうまい。フェイダーとフェイダーと。ダンディ坂のよりうまい。開けていく。ゲッツ。ゲッツ。一本？一本やな。はい。チームの。いやいや、盛り上がったねこれね。あやみちゃんいいね。本当。企画いいね。ナイス企画やったな。スリーダーのマイケル・ジャクソンは、そうそうそう、ね、切り替えて。これ電気はつけますか。まだこのままでいきます。電気つけんでもいい。電気つけます。まだ階段まで進むの。あ、いや、もうニューストピックスでいきますね。電気つけるか。つけます。じゃあちょっとオープニング始まってから。あ、始まってからでいいよ。あ、始まってからでいい。ここでいいかな。5秒前、4、3、2、1。さて、FM ギロワンでですね、お伝えしております。だから入り方も任情景でいつもはいっていうのに、はい、このね、暑い沖縄でヒヤッとしましたね。ちょっとは涼しくなりましたね。階段の話ということで、はい。そして続いてのコーナーでございます、うんうん、はい。今週気になったニュースを切るニューストピックスのコーナーです。気持ちを切り替えてね、いきたいと思います。
スポーツ尽くしですね、今。元気ですか？盛り上がってますね。猪木ですか？猪木ですよ。元気ですか？まずはこれですね、嬉しいニュース、はい、県民にも届きました、うん、嘉手納高校、前橋育英を破って見事初戦突破、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。イエーイ。ね、もう最初はどうなることかとハラハラしたんですが、あの7回からのあの逆転劇、いやもう僕はあれを予測してましたから ね、キャプテンも前回ね、うん、あの打線がすごいいいっていうことを言ってたので、うん、本当に爆発しましたね、はい、あの平虎さんとジュースかけましたけど、はい、今度送ってもらえないといけませんね。そっか、着払いでもいいですか？着払いの方が高いから、うん、あの3年前にね、あの優勝した前橋育英を破っての、うん、そうですよ、もう初出場での勝利ですよ。はっきり言います、僕の分析上は、はい、うん、前橋育英の方が、はい、まあ、ちょうど優勝したやつを見て、うんうん、憧れて入ってきてる子がいてるので、うまい子が入ってきてたんです、はい、で一人一人の個々の選手の力は前橋育英の方が上でした、はい、でも総合力、うん、チーム力、あと打力が素晴らしい、うん、なるほどね、うん、でも一応2つをですね、チームのこれを分析すると、うん、打率とかも失点率とかも嘉手納が上回ってたんですよ。そうなんですよ、ね、そうなんです、失点も抑えておりましたし、県大会のね、うん、そう、まあ、あの沖縄県の、はい、まあ、その、まあ、地方大会と、うん、まあ、向こうの前橋育英の、まあ、どこですか、千葉、どこ、千葉なんだ、はい、前橋育英、群馬です、群馬か、はい、群馬の、まあ、地方大会の、まあ、激戦の度合いが違うんでしょうけど、はい、なんかあの一番あの甲子園の格差もね、あの1票の格差じゃないですけど、はい、6.5 倍あるらしいんですよ。だからもう100、200校あるところのような 地域もあれば、うん、24校しかないところもあるんですよ。なるほど、そうですよね、地域によってね。そうなんですよ、だから格差が6倍ぐらいあるんでね、うん、まあ、一概にね、うん、言えないんですけどね。なるほどね、まあ、でも嘉手納素晴らしい、本当ですね、公立の星、まあ、あのね佐賀北ブームで、うん、あの何年か前にあったでしょ、はい、公立高校が優勝した、はいはいはい、あれを目指してほしいんですが、うんうん、はい、今日僕はちょっと心配なニュースでね、はい、対戦相手が明徳義塾と、うん、16日強豪校です、ね、ちょっとね、で明徳義塾は、うん、高知の子あんまいてないんですよ、はい、大阪の子が全部野球留学してるんですよ。なるほど、だなかなかちょっと難しいんじゃないかなと、うん、いやぜひね3回戦頑張ってほしいですけれども、まあ、要は明徳を3点までに抑えたら、うん、あの打線やったら、はい、4対3とか5対3で逃げ切ることもできることはないんですが、うん、投手力、はい、要は、まあ、エースはもちろんなんですけど、はい、2番手3番手の投手が、はい、まあ、どうかと。なるほどね、いうことですね、うん、だから中地投手がもういかにね抑えられるかというか、うん、コントロール、コントロール力がすごいですよね。失礼しました。なんかその配球というかあれすごくないですか、中地投手はね、はい、うん、はい、そんなに速い球ではないけれども、そうなんですよ、うん、あのコントロールがまずいいのと、はい、やっぱりあの気持ちというか、あのそうですね、緩急とかね、うん、まあ、要はあの投球術がいいと思いますね、うんうん、まあ、あと2番手3番手の投手の方がどうなるか、うん、まあ、なんかあの野手の人をね、こう試してこういろいろ投げさせたりとかもしてるとかいう話もなんか聞いたんですけど、うん、しかもあのなんと監督が大倉監督で、うん、あの再監督時代のコーチをやっていた方で、もう再監督とは師弟関係にあったっていうことでね、でだからそのね再監督のこのなんていうんですか、うん、手法というか、うん、野球この術みたいなのが、そうですね、僕もあの蔡、うん、監督の気持ちをね、はい、組んで一応僕も生きてますからね。ぜひお気づきの監督を、蔡監督に熱いですよね。やっぱり実際に会ったこと自分がありますから、現実でね、でやっぱりすご素晴らしい監督でしたから、僕らの時に何回も言いますけど、はい、一つ上と同級生が準優勝、うん、2年連続準優勝の、うん、ね、沖縄水産、うん、で、まあ、前やったら富城高校で、はい、まあ、初出場で、はい、すごい貢献された方ですからね、ですよね、うん、本当にね頑張ってほしいと思います、うん、はい、実際月はですね16日ですね、そうですね、16日の、火曜日、うん、午前8時から、うん、ということで、まあ、みんな転がせ嘉手納高校、転がしてよ、転がしたら何か起きるから、はい、甲子園は、うんうんうん、開けたらダメよ、開けたら、うんうんうん、ぜひ皆さん応援しましょう、はい、はい、頑張ってよということで、はい、チバリオお、決まった、はい、そして続いてのトピックスですね、うんうん、イチロー選手やりました、3000本安打達成、よー、はい、こちらもめでたいスポーツの話題ですけれども、キャプテン一番印象に残ったのは泣かれたことですね、
今まで達成した時に泣いたことないんですよ。でさすが一郎ちょっと惜しかったんですが、はい、3000本を決める打球がもうちょっとでホームランやったんですよ。で落合選手とかもそうなんですけど、記録がかかったところでは必ずホームランで決めてる選手が多いんですよ、一流選手の中では。多分一郎も狙ってたと思うんですけれど、あれが入ってくれたらね、よかったなとは思ったんですが、まあまあまあ仕方がないですね、でも相当いい当たりでしたよね。あ、そうですそうです、まあ今3000本達成してから、はい、どんどん3001本目、はい、2本目と順調に、はい、安打を稼いでるみたいですから、はい、まあ今年何試合出れるか分かりませんが、はい、まあ頑張っていただきたいなと、で50歳現役までやっていただきたいなと思いますね。そうですね、本当ですね、同じ年でしたっけ、キャプテン。あ、そうそう、同い年。あ、もうすごいですよ、40代でね、本当にね。43歳ですからね。ですよね。まあ、片やね、今メジャーでもまだ一流選手、はい、で、片やちょっと小太りになってきた、中古車好きのおっさんとね、いやいやいや、全然違うんですね。変なマスクしてますしね。だから一郎みたいにかっこいいとマスクせんで公共の場に出れます。僕みたいにちゃんと頑張ってないやつはマスクしないと公共の場では出れないという。ことになるんですね。もうこれからも一郎選手の目が離せないっていうところでね。そうですね。俺も見てくれって思いますけどね、いつもね。なるほど。おい平虎さんがジュースを送らせていただきますってことでツイキャス来てます。一本と言わずなんかケースで送ってほしいな、大人がいるな。トマトジュースやめてやって言うたらトマトジュース送ってくる人やて、多分トマトジュースあかん。さあということで、では、はい、こちらもリクエストではいきましょうかね、ファンキーモンキーベイビーズであと一つではお送りしたいと思います、ファンキーモンキー、あー、ファンモンね、ファンモンってちょっと問題あったよね、奥さんかなんか、ファンキーかと、ファンキーかと、ね、全然ファンキーじゃなかったよ、こいつですね、うん、最年長選手、甲子園盛り上げようぜ、うん、そうですね、ジュースを送らせて、そうですよ、メッセージ来てます、あ、メッセージ、階段のやつ、階段のやつ、お、最後に、あ、これ大塚さんの、あ、あ、これも芸能職場と守られてるの、2が、うん、大塚さんすごい持ってるな、ね、うん、持ってますな、あのね、これなぜかこう胸ってかなんかでだんだん後半なってくると頭痛くなってくるんですよ。頭痛？全頭痛が襲うんですよ。体を張ってなんかめちゃめちゃ命かけてる。なんか命かけてるよ。これやってて俺頑張ってるなって思うもん、この頑張ってる。頑張ってるな。次の CM はいかないです。CM もないです。ないルディは休みやのに延べ4時間にやっちゃうからのもう自分のプライベートの時間を全部潰してしまって大丈夫ですか、ルディは仕事しいだな、うん、なんかデモとかしたいんじゃないここの前は、D のなんかサラリー上げてくれみたいな感じで前デモ更新してさ、ね、しようか、デモ更新あげろみたいな、そうそうそう、で座り込めとかして一日座っても酒飲んでみたいな面白いなとか、クリスマスとか知ってますね、ええ歌やね、これもね、いい歌、これなんかマー君がいいんだよね、マー君がね、俺も昔あの子供の頃マー君って言われた。正和やからマー君。ああマー君。マー君。そうなんですか。マイケルマーす。マー君いいですね、マー君。はい、キャプテンにマカチョウケ、もうエンディングに差し掛かってまいりました。早いね、今日のテーマは。何でした。階段やって、ね。階段でしたね。階段話ということでメッセージまた。来ております、またかこの女、メールをどうぞお願いいたします、はい、紹介します、船長さん、あゆみさん、よしえさん、エロディさん、ワンバンコエコザイル出すよ、はい、階段ではないけどちょっと怖い話があった、はい、5年前くらいだけど、自分は引っ越し屋さんにいた時にあるアパートで3年ほど家賃は払ってるけど誰も住んでいない部屋があって、大家さんからの依頼で荷物の処分依頼の作業をした時のこと、すでに怖い、ドアを開けると豪華から
60センチ程度ゴミが溜まっていて、その上に猫の頭が見えたわけ。よく見るとミイラ化した猫が埋まっていて、頭だけ顔を出していましたとさ。ね、面白いでしょ。じゃあ後からやってきております。いやいや、面白い、面白い。怖い怖い怖い。これ何、本当の話なんですかね。すごい、いやだ。あ、そう、それでちょっと思い出したんですけど、うん、はい、僕の友達のお姉ちゃんが、はい、あの内地の方にいたらしくて、うんうん、でなんかもう臭いな臭いなと思って毎日通ってたみたいなんですよ、はい、そしたら隣、あの大家さんに電話して、すいません、もう隣の部屋が変な匂いがするんでどうにかしてくださいっていう風に言って、うん、でよく見たらちょっと亡くなりになられたっていう話があるみたいですね。なるほどね。じゃあそこがちょっと異臭が漂ってたというか、はい、みたいで、刺繍だったみたいですね。怖い、帰り怖い、はい、残り3分を3分切ってきましたので、ちょっとね、大塚さんの、ツイキャスも読みたいと思います、うん、守られてるな2、うん、横断歩道信号点滅、渡ろうと走ろうとした時、後ろから走ってきた人がぶつかってきてカバンを落としてしまい、渡れず、渡り切った人が通り魔に刺されました。通り魔は刺してから自ら刺してました。当時新聞に掲載されました。怖い、怖いな。僕のおじさんもなんかあの非番かなんかで変わって、警察官で、はいはい、あのポリボックスで働いて、はい、交番勤務の時はあって、うん、交代の人があの射殺されてました。交番勤務って結構あるみたいですよ。あの警察署の方はね、あの大丈夫みたいな、交番って結構ね、いろいろあるんですよ、ね、緊張感あります。ちょっと怖い、これ怖いというよりもこれはもう本当に危機一髪というかね。そうですね、確かにね。いやー、なんかね、続々とエンディングまで、これまたパート2やってもいいかもわかんないですね。パート2やりましょう。あのそもそもエンディントークを本当はオリンピックで感動したシーンとかやろうと思ってたんですが、皆さん本当にありがとうございます。盛りだくさんでね、今日怪談の日ということで怪談話をお伝えして、暑い夏をねちょっとはね涼しくなったんじゃないですかね。皆さん、もう湧き汗いっぱいですよ。もうボパンパンに書いてますよ。臭いかもしれんよ。今日は怪談話、皆さんの恐怖体験をお送りしてまいりました。怖かったです ね、 ありがとうございます。さて来週8月のもう20日の土曜日になりますね、うんうんうん、20日言うたらもうね、もうオリンピックとかもね、もうオリンピックも終わってるし、うんうん、何しようか ね、 ね、またねこの来週の土曜日ですね、うん、また、10時からそうです、ね、夜の10時からお伝えしますの で、 そうです、ね、皆さんお楽しみにしていてください。そうです、ね、ここまでのお相手はやらあゆみと、マイムキングでございました、ディレクターの D でした。そして今日誕生日だったよしえです。よしえさんおめでとうございました。それでは皆さん、おおきに。ほんまあかんわ。めちゃめちゃ怖いわ。怖かった。すごい。マスクしてんの余計熱いから。怖かった。めっちゃ怖いわ。でも盛り上がった。盛り上がったね。ありがとうございます。楽しかった。おー、怖かった。怖いな。怖いわ。いや、すごいな。いや、みんなやっぱり持ってるんやね、そういうのね。皆さんね。ね。ドキリ石を準備してあるかな。帰るときはお笑いした方がいいわ。怖い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 。そんな人とって。怖い怖い怖い。